涌井が粘りのピッチングでドラゴンズの連敗を止めた。この日はボールが高めに外れるケースが多く、決して調子は良くなかったが、涌井は粘りのピッチングを見せた。先発の涌井は2回に2点を失い、開幕からの連続イニング無失点記録が止まるも、以降は粘り強い投球、6回に失点に抑え、以降はリリーフ陣が無失点で締めた。大丸は気合入ってたね。あれ割ってない。涌井も最多勝常連なだけあって、2失点されたもののリードは一度も許さなかったね。松山が相変わらず制球も少し安定してほしいところ。とりあえず連敗やめれてよかったし、まだこの順位なんだし元気出してやってほしいね。連敗中だから来出る大会打線でも不安で仕方なかった。勝ててよかった。明日は関野で勝ち目薄かったから、今日勝てなかったら10連敗してたかも。カリステ様々やわ。それにしても打つ方はもう少しなんとかならんかな。大島結局三振だし、エラーで勝たせてもらっただけ。何とか連敗脱出できましたね。ファンの皆さん、選手の皆さん、お疲れ様でした。今年は強いと思ってますので、これから勝ちまくって貯金増やしていきましょう。さすがに連敗中でもライデルには関係なかった。ホームランも出てよかったけど、もう1点は自力で取ってほしかった。そうでないと勢いがつかない。涌井も良いピッチングだけど、今年のライデルは大魔神佐々木張りの安心感がある。9回まで来たら勝ち確定だな。涌井はここまで1勝ながら、開幕から17回13イニング連続無失点。自身の最多連続イニング無失点は、楽天時代の7月29日ロッテ戦から8月12日西武戦でマークした21イニングとなっていたが、この日の失点で記録の更新はならなかった。巨人戦はプロ入り以来通算11試合に登板し2勝7敗と大きく負け越し、最後に勝ったのはロッテ時代の16年6月17日1失点完投勝利で、以降は4試合で4連敗を喫していた。巨人から勝ち星を挙げるのは8年ぶりとなった。ランナーは出せるけど、同点にできたは良いけど、以降点数を入れさせてもらえなかった。三投やら何やらやっても届かなかった。ここに坂本岡本とか、その時々の打つべき人が結果を出して勝ってきたんだろうね。少しでも脆いと跳ね返される。今年の涌井さんの成績そのまま、強かった。涌井さんおめでとうございます。尻上がりに調子を上げてくれてさすがの特急でした。やはりドラゴンズは投手力のチーム。2、3点に抑えてそれをコツコツ上回るしかない。だけど、もうちょっと長打が欲しいですね。ビシエドともう一人挙げたいところ。涌井が頑張って投げてくれた。打線は点が取れないけど、相手チームのミスで何とか勝ててよかった。運があったね。苦しいトンネルを抜けて、勝ちを重ねていければ、頼むぞ中日ドラゴンズ。中田がバントを三塁で刺したのが大きかった。対して、決勝点はミスでもらったもの、こういう試合が出てくるようになったのが本当に大きい。去年は逆ばかりだったし、監督には逆らえないのかもしれないけど、涌井さんご指名のキャッチャーでいけば、起用の人がご指名だったんなら知らんけど、勝ち投手涌井は本当に嬉しいな。この調子で連勝を。中日、涌井秀明投手が先発して、6回5安打2失点で降板。開幕から3試合で17回3分の1を連続無失点だったが、2回に失点し、19イニング目で無失点記録がストップした。連敗止まった。なかなか止まる気配がなかったから、ほっとしました。打ち勝ったわけではないから、まだ抜け出した感はないけど、勝てたことで明日から変われば良いですね。明日の関野に勝てれば、本当の脱出よ。連敗ストップ。巨人戦、小田はラッキーボーイ。一戦でもミスしてくれて、盗塁ついたし、今回も何でもいいから勝ててよかった。明日はしっかりいい試合してほしいな。涌井は本当に安定感じあるよね。結構打たれるんだけど、要所を抑えるから失点が少なく、球のキレで抑えられるテクニックがすごい。ミスしたら負ける。そういうゲームでしたね。それにしても岡林選手は調子上がらないなら休ませればいいのに、涌井さんに勝ちがついてよかったよ。昨年もなかなか、勝ちに恵まれてなかったからね。